物語の始まり開ける幕、主役君イクピエロのキニャキの笑い、アメリカを漂う蜜に映った君の顔、平凡な日常をうんざりにだらだ塩分こぶつだそのせく吐き散らし、夢がうつつかにさ対処をしに行ってばいつの死をもいいから溢れ出す想いじゃそっと広げて見つけ出したおとぎ話折れた果実のように、あまり水の中に子供が小生一個雨上がり、なんでもない笑う影が俺よれる本を開けた無邪気な時計、退屈しぬくのさ初めのこのゲーム、平凡な日常を平らだと対象追い斜め隠して切り裂く鉄の落ち赤く紡ぎ入れば準備完了、どうせか握りしめて告げる針君の目奪う、始めようか隠れても最初の王には僕だ、脳みそを映すテレビはなく存在証明、120の何でもない笑う君が俺もらず、次は君が鬼の番だと、こんばんは、 NNN 臨時放送より本日の関係者を出します、今日は不思議な話を人なき一人を引き込む、さて本日死ぬのは無事かな、あなたの地を信じたいのか、笑かさなんて笑顔見せて、さらにミットセット最終章、あの鬼が来るもう鬼が来る、あの先に来ると鬼が来る、おとぎ話折れた果実つながれて、甘い蜜よ夕立さそう頂上現象終焉の一人遊び、夏の影がほらそばにそこにいた鬼が笑った、僕の勝ち始めよう